番、俺の一番取れ高じゃない、これ今。今一番俺取れ高。はい、皆さんこんにちは、レガテドリブル塾です。はい、今日も天気いいですね。天気いい。はい、ということで、はい、今日はなんとスペシャルゲストにお越しいただいております。早速お呼びしましょう。よろしくお願いします。はい、来ました来ました。来ました来ました。ハイブリッドサッカーのお二人です。よろしくお願いします。あのチャンネル一緒なんですよ。ニッシーと木の会さん、はいはい、ニッシーさんと木の会さんなんですけど、なんか最近チャンネルが別々になったんで、ちょっといろいろありますし、ちょっと方向性の違いがあって。仲悪いの？いや、いや、めっちゃいいっすよ。めっちゃ仲いいっす。ニッシーと木の会 OK です。のお二人です。よろしくお願いします。はい、ということで、はいはい、今日はハイサカさんに来てもらって、はい、何をやりますかと言いますと、ファイブシュート対決。よーし、シンさん、シンさん、シンさん、よーよーよっしゃ。これは結構あのいろんな人たちと対決してきてて、はいはいはい、僕ら結構強いです、ファイブシュート対決。リゼムさんにも一応勝ってて、あんまやってないです。今回もちょっと楽しみな企画なんで、しっかりバチバチ戦っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではやっていきまーす。シーソー。今日はしかも、キーパーのお二人来てもらってます。なんとレガテドリブル塾になんと2人もキーパーがいます。前回来てもらったコウ君と、あと今日初めて参加してくれたソラ君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人ともキーパーあのバリバリできるので、強力な助っ人、強力な助っ人、一番活躍してもらわないとチームレガテなんで、2人勝てないので今日頑張りましょう。頑張りましょう。あ、じゃあ2人、あ、じゃあチーム2人なんで、見えない見えない、月の糸見えましたよ。そうやばいよ。最初はシンさん、じゃんけんぽん、アイコンはマグス、じゃんけんぽん、アイコンはマグス、じゃんけんぽん、アイコンはマグス、じゃんけんぽん。これ違ったっす。マグス、マグス。いいね。どっちがいい？もちろん先行で。よっしゃー、プレッシャーかけていきましょう。勝ったらレガテさんの要求を。おお、あの福岡人でか。わかりました。じゃあ勝ったらなんかプラス2プレゼントします。ありがとうございます。福岡県民が結構がめついんで。はい、それではレガテの1本目いきたいと思います。記録はキーパーもできるみたいなんで、まあ、強力っすよ。強力っすけど、あのしっかりできるだけ多く点稼げるようやっていきたいと思います。はい、そが一人目にし行きます。お願いします。レガテさんの視聴者さん見ててください。噛んでるし。もういいですか。いや、やったー、危ねえ、すごいね、うわっ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 、よし、行く、うわ、変わってるよ。うわー、やった、よし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 、サンキュー。レガテ2本目いきます。
キーパープレッシャーかけた。声聞こえます、声聞こえます、声聞こえます。嫌なキーパーの例ですね。メロ記録かい、イエス。うわぁ、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 いや、くっそー、よし、スーパーセーブ、悔しい。よっしゃ、来いよ来いよ、木の会来いよ、来いよ。助走取るタイプ、よし。いやー、まんまか、こいつ。いや、まんま、まんま。PK 真ん中に蹴るベンタ間違いない。いや、あれで全て決まったね。決まった。いや、強いわ。はい、ということでただいまの5シュート対決、勝者は愛坂さん。イエーイ、嬉しい。仲直り、仲直り。喧嘩してた、喧嘩してた。いや、強かったね。のチャンネルで仲直りできた。よかったよかったよかった。5シュート対決、うん、初負けなんですね。初めて大体試合が強かったんです。勝因は何ですか。魂です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 。シュートは魂です。魂です。PK 真ん中に蹴ってたもん。キーパー今日お二人コート、空来てくれてめちゃくちゃいいキーパーなんで、今後ちょっとレガテのチャンネルにもね、引き続き時間がある時に出てもらって、面白いこういう企画できたらと、ぜひお願いします。お願いします。ということで今日の動画はこれで以上になります。ハイサカさんと何だったっけ、キノカイチューブ、キノカイチューブ、名前が思いづらい。キノカイチューブ、はい、キノカイチューブ、ハイサカさんの方でもあの動画出させてもらってるので、ぜひこちらの動画の方もチェックしてください。概要欄の方にリンク載せておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日この動画が良かった面白かったと思ってきたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time!